なんと4曲3本バトナースーピン。こうなったらもうルビーあたりはトップトップとも言ってられないかもしれない。こんなん上がればトップですからね。そうね、前半戦はね近藤さんの独壇場みたいな感じだったのにね。はい、いやまたいいぞ堀。さあもう伊達もうかうかしてられない。これどう、今度のあのムミさん、はい、今度上がると、はい、ほぼラスから2着になるじゃないですか。もう上がりで、まあ、1000点だとちょっと足りないぐらいですか。はい、まあ、でも上がればほぼ4から2ですね。そっちを選択するかもしれないですよね今度はね。十分ありますね、うん、そして一応積み棒がさらに増えたので伊達の1300に1600の積も上がりの条件が復活してますね。復活した、はい、いや近藤もいよいよ重たい腰上げるか。トイトイありそうですね。いよいよ重い腰を上げそう、はい、あダブランドライチある。これはポンだな。もう2着であわよくばトップまでありますもんね。あります。ちょっとルミさん苦しいか。重い、重たすぎる。あれだけ勝負して仕打ちが連続での4着なんて麻雀つらすぎるぜ。確かに、でも辛いもんです。麻雀は辛いもんっすね辛すぎるよ。日の光は刺すか風林火山に行く。あ、来た、いいシャンテン。もうタイヤとか無理ですもんね。無理ですね。だけどいやでもいそう切るかもしれない。ありえますね。いそういそシャーシャーありえるな。一回いいシャンテン、うん、だいたい外れるね俺たちの言うことはね。シャーインソーのもうテンパイなら勝負ありますよね。リーチすると思うんですけど、じゃないと、はい、ねえこれあカンサート入った。ドラスーピン一回パーソン。スーピンドラなんですよ。はい、5万ドラは絶対使うぞと。だ結局これいい街が近藤さんなかなか作れないというか、まあ、スーピンにどうくっつくかですけど、はい、あとまあ3本ならあの形は悪いとは出やすい街っていういい街という見方できますよね。かけますかね。シャー取りに行くかと。はい、いいソーとシャーならシャンポン待ちで勝負させてと。二刺しだ。お、いい、どうぞどうぞ。三色どうぞどうぞ。どう、あー来たリッチだ。これは最高リッチ。さすがにここは近藤誠一重い腰を上げた。フェニックスのため、そして引いては自身のため、そしてもちろんフェニックスサポーターのために近藤が踏み込んでいく。堀がいいシャンテン。5万チーして何の後付けだ。リーボ出てるからこれ直撃 OK なんですね残球。あーなるほどね、はい、リーボ出てなくても OK ですね残球の直撃は。ペーペーとローピン、ローピンって後からペーペー、ローピン現物に差し下んて。数万がここにゃんこか。いい走者これ4山っすね。4山はい。これどうするんですかね堀選手はね。いやこれ参ったのは伊達も堀も打ったらラスなんですよ。そういうこと、おそらく、はい、おそらくそうですね、はい、で今堀はでも絶対そう、絶対ラス、今ドライチあるので打ったらラスです。ラスですね、はい、あのでも1300は2200もうラスですね。ラスですね、ラスですね、ラスですね。何点打ってもラスなので2番手に上がった堀としてはちょっと行きづらい。でも積もられたら漫画までならセーフだ。3着で止まる。なるほど。でもこれ打つ牌があるとしたらパーマン、例えばパーマンとか E ピン、E ピンですね絶対現物 E ピン、ね、でも E ピン抜いたらでもトップないですね。 E ピン抜いたらもうお祈りになりますね、はい、ほぼね。わがままに打ちたい。でも堀の脳裏にはおそらく内川、岡田、そして渋川、もちろん森井監督の顔が浮かぶ。なるほど。関係ねえ、関係ねえと、関係ねえ、行かしてもらうぜ。いった、踏み込みましたねチーマン。ビシッといきます。伊達は筋のパーマン。いい走者止めれないぞこれ。止めれないね、止めれない。パーソーが一回現物ですね。でも頭がなくなる。いった、うん、4番手、まあ、ラスはラスですからね、はい、いい走者4山掴んだ人から危ない。堀はいい走、いい走1回行った。6球も追いついた。リーチか、追いついたリーチだ。あーでも9万握れ、ローマンしかない事実上。一旦チーピン、これチーマンパーマンはぬるいっすか。
じゃあローピンも2枚切れててチーピンくっつきづらい、くっつきづらいし、なんか周りがその周りがドラとかだったらね、はいはい、ちょっとそういうチーマンパーマン粘りの信号、堀信号、あちょっと待って、これチーしたらえ2000は2着になる、いらんいらんと、ちょっといらんですか、いらんですかね、換算ピンで追いついて全突破の勝負で、でも今勝てんのかと、そうで今しかも3色の形が崩れたので、崩れましたね、あとはドラ重なり狙いです、あっ一三点ペーカーパーピンが通ってますね、パーピンポンしなかった、しなかった、パーピンパーピンだ、あとはダブナンに全てをかける、ダブナンにかけた青春伊達ありさ、青春、青春は言い過ぎた完全にあのドラの数ピンどうですか、ドラの数ピンありますよ、1枚ある、あカンパーピン右、あ今これどうよ、お次の伊達さん、あの統一落としなんよ、でもだこれリーチ来たら伊達はテンパイしない限りは打たないと思うんですよね、まあペイが打ってますからね、急走、はい、は打つけど取ったらテンリーチなのかな、でも急パーソーが3枚切れちゃって1通の魅力はほぼないので、はい、ただ6球満の方がこれだったら待ちがいいんですよ、一応枚見た目枚数はローマンだったら4枚残すわけじゃないですか、で、ね、パーピンは点数安くなって2枚見えなんですよ、ただチーピンがめちゃくちゃ打ちづらかったと言われたら取らない、取らない何もあるよ、じゃあこれ伊達さんチャンスかもね、あチャンス、うん、ルミもチャンスか、ドラ短期のリーチまである、なんだ3層そうか通ってないぞ、いやー今パーピンに手が伸びた、降りかラスだぞ、降りたらあーリャンソー数層、なるほどなるほど、降りるわけない、ルミが簡単に降りるわけない、追いついた、これダブナンド後付け、え萩原さんこれ2枚っすよ、2枚イーソーシャーが3山、これ直撃逆転トップっすよ、ただナンが2山絶対止まっちゃいますね、これ役がないと、ただ今度は止めれないっすよ、やめてくれよ、なんだー3900は4800、逆転、逆転です、どっちみちない、何にもないです、3900は4800、最後は伊達の一撃、なんというかですね、こんな逆転できるか、4山でしたしね、言葉ないっすよ。